はい、かのっちです。今回のリーディング商品は電動回転雲台です。商品タイトルは、AFIMRPLH 電動前傾雲台ミニ360度回転時間経過三脚ヘッド自撮りスティック、スマートフォン、GoPro アクションカメラ、ポケットカメラ、マイクロ一眼レフカメラ用。正確、スムーズな動き、複数のコントロール選択可能。使いやすく便利です。iOS と Android のシステムと互換性があります。1/4、8/3コンバーチブル底ネジ穴、1/4変換マウントのスレッドで、卓上三脚との完全な一致は、三脚やその他のカメラアクセサリーを立てています。リモコン付きパノラマヘッド、自動的に360度のためにカメラヘッドを回転させることができる、ビルトイン電気モーターでパノラマ写真を遠隔操作でスムーズな動きをキャッチする携帯電話やカメラに最適です。金属タッチ、強いと固体、純アルミ製純回転体とサンドブラスト仕上げで、テクスチャのユニークな感覚を追加します。それを見て超固体と耐久性という実感が湧くこともできます。広い互換性、上部の1/4ユニバーサルネジで、MRPLH パノラマヘッドの GoPro や他のブランドのアクションカメラ、スマートフォン、ポケットカメラ、マイクロ一眼レフカメラやデジタルカメラに適しています。高強度モバイルホルダーは、すべて種類のスマートフォンを一致させることができます。調整可能なターンノブは携帯電話の厚さに適応することができます。アルミホルダーは優しく確保と安心を使いのデバイスを保護します。タイムラプス写真、10秒タイムラプス、創造的、どんな時もどこでも生ショットできます。商品の説明、色、ブラック、仕様、ブランド、AFI、モデル、MRPLH、色、ブラック、直径×高さ、72mm×70mm、待機時間、12h 以上、連続作業時間、9h 以上、Bluetooth 対応システム、Android 2.3.6 および以上、iOS 4.0 および以上。高照電圧 3.7V。無負荷電流 65mAh、MAX。バッテリー容量 750mAh。回転速度2×5Rmin。ファン最大負荷 500g 17.6Ω。チルト最大負荷 200g 7.1Ω。垂直最大負荷 200g 7.1Ω、 反転最大負荷 300g 10.6Ω、 アイテム重量 210g 7.4Ω、 パッケージサイズ 17×14.5×7.5cm 6.7×5.7×3イン、 パッケージ重量 346g 12.2Ω、 パッケージリスト1×AFIMRPLH 電動パノラマヘッド、1×リモートコントロール、1×USB ケーブル、1×携帯ホルダー、1×マウントアダプタ、1×ストレージポーチ。注意、カメラ、スマートフォン、自分撮りスティックと三脚は含まれていません。カスタマーレビュー、5つ星のうち 4.0 良かったです。投稿者時さん、投稿日2017年3月10日、色、ブラック、 Amazon で購入、リモコンもついてて良かったです。操作はちゃんとできました。性能はよく興奮して買ったはいいのですが、意外とプロの方以外は多分ほとんど使う場所ないかも。顔文字笑い。5つ星のうち 3.0 悪くはないが微妙な商品。投稿者カスタマーさん、投稿日2017年3月10日、色、ブラック、 Amazon で購入、
悪くはないんだけどな。タイムラプス撮影に使えると思ったけど、回転するスピードは3段階くらいしか調整できず、角度や時間の指定もできない。もっとちゃんと調べてから買えばよかった。ただのパノラマ撮影にはいいかも。でもそれわざわざ機械を買うほどじゃないし、やっぱ微妙。5つ星のうち 3.0、価格を考慮し星3つ。投稿者アマゾンさんカスタマー。投稿日2016年10月27日。色、ブラック。アマゾンで購入。まだレビューがないので参考までに。ある競技をやってて会場全景を SNS に360度写真をアップするために購入。まず届くまで時間がかかります。今回は、注文、入金からちょうど2週間です。届いたので開けてみると、リモコンが不良でした。不良内容は、スピードのボタンがふにゃふにゃで強く長く押さないと反応しませんでした。交換品をまた2週間待つのも考えものですし、このほどどの価格商品に余計な時間、手間をかけたくありません。同種の製品では最安値だと思いますし。職業柄、素人ではないので、リモコンをばらし直しました。以下、状態、直し方を書きますが、自己責任でお願いします。ロットの違いで正常なものが届くかもしれませんし。ふにゃふにゃの原因は、中の基板の土台、ストッパーが、ボタン付近の基板の裏だけないのです。わら。つまり、ボタンを押すと基板がしなってふにゃふにゃしてるんです。直し方。リモコン表面は薄いプラ板のようなシールのようなものです。角からゆっくり剥がすと綺麗に剥がれ、また貼り付けられますので剥がしたらゴミなどつかないようにしてください。基板が3本のプラスネジで固定されてますのでネジを外し、ボタン基板部分の裏に下駄を差し挟み込めば OK です。割り箸を1センチに切って入れる感じかな。私はちょうど良い厚みのプラ型があったので、それをグルーガンでくっつけました。あとは元通りに組めば OK。作業時間、数分です。本体は、価格からすると非常によくできているので残念です。動作音も耳では聞こえません。本体に耳を押し当てるとわずかにジジジと音が聞こえるほどです。リモコンから本体を経由しての Bluetooth でのスマホのシャッター操作や動画時の録画、停止もでき便利なのですが、たまに反応が悪いです。これは、リモコンボタンの接触不良、リモコン本体への赤外線の問題、本体スマホへの Bluetooth 電波の問題のどれかですが判明してません。ただ、この問題は困るほどではなく、たまにです。この価格でこの品質ならほぼ満足です。購入を検討中の皆様には問題ないものが届くといいですね。この動画はカノッチが Amazon で買った商品の商品説明、カスタマーリビューを読み上げたものです。なお、Amazon および出品者様と関係は全くありません。Thank you.
最後までご覧いただいてありがとうございます。開封動画、レビューもご覧いただければ幸いです。